がん制圧プロジェクトがまだやっぱり進行中だと思うんですけど、はい、人間ってね、うん、最終的には全員がんで死ぬんですよ。細胞って必ず再生を繰り返していて、再生回数が終わっちゃうとがん細胞だけは限りなく再生化を繰り返すからがんだけ残っちゃうんです。あ、なるほどなるほど。だから僕学生の時ね、検体で解剖すると、先生この人がんですよって、これもがんですね、検体全部がんですよ大発見したと思った。長生きして施設から送られた方っていろんな病気でお亡くなりになるんだけど、がん抱えてるの。でがんなんか全然ね問題なく、肺炎になったり心肌梗塞になったり違うもんで死んだんだけど、がん勝ってるんですよ。人生50年って織田信長言ってて、はい、その後還暦だって言って言ってて、もう過ぎちゃったもう全部終わった後もう一遍一幕あるみたいなもんで、面白くてしょうがない。すごい、今楽しいもん。ありがとうございます、はい、すごい。